本日のおもてなし福岡は福岡市内で最古といえる大衆食堂角屋食堂です。博多駅から徒歩18分ほどで美濃島という地域の商店街の中にあるお店です。角屋食堂さんは1920年創業で福岡市内で最古の定食屋さんと言われています。非常に歴史を感じる外観で、戦後に建て替えられてそのまま残っているようです。こちらのお店ではコスパ最強の絶品カツ丼が食べられるとのことです。昔ながらの食堂という雰囲気で年季は入っていますが、綺麗にされているお店です。こちらが角屋さんで評判のカツ丼です。ワンコイン以下で食べられます。美味しそうですね。卵がふわふわでボリュームたっぷりです。タレが染み込んだとろとろ卵ととんかつ、これは絶対うまいやつですね。お味噌汁とお漬物もセットでついてきます。490円のカツ丼なのにお肉がでかいですね。サクサクのカツに程よくタレが染みてますね。早速いただいてみたいと思います。美味しいですね。ご飯大盛りとかにしておけばよかったです。これはほんと食が進むというか、バクバクいけちゃいますね。角屋さんは100年続く老舗食堂なんですが、オープンした1920年といえば、日本では日立さんや自動車の松田さんが創業された年で、箱根駅伝の第1回目もこの年です。福岡市内では水道の供給も始まる前で、アスファルトの道路もまだない頃です。翌々年にはあのアインシュタインさんが福岡で講演をされています。世界に目を向けますと、今ではこうして気軽に YouTube の配信までできる時代なんですが、アメリカで海軍省で世界初のラジオ放送が開始され、同年世界で初めて商業放送も開始されています。その時代から続く食堂、ものすごい歴史ですよね。金額や量はもちろん素晴らしいんですが、味付けのバランスが絶妙で美味しいカツ丼です。サク感と出汁のじゅわじゅわ感がいいバランスなんです。そして卵の量も多いので、出汁と一緒に絡んで終盤まで美味しくいただけます。角屋さんのある美濃島という地域は博多駅からもほど近い住宅街で、知る人ぞ知る美味しいお店がたくさんある地域です。角屋さんの創業時の大正時代には都市化がだいぶ進み、いわゆる遊郭のエリアも隣接していたことから、大変なにぎわいを見せていたようです。福岡へ観光へ来られた際にはぜひ立ち寄ってみてほしいエリアの一つです。